将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太七冠や伊藤匠 CEO の誕生など話題満載な将棋界、観る将の漫画家千田純生先生に今月もイラストで将棋ハイライトを描いてもらいました。猛暑の地台風と健康にやきもきする8月がようやく終わりました。それでも将棋界の8月は暑さを忘れさせてくれるような出来事が数々ありました。振り返っていきましょう。ナンバーウェブの記事です。その概要です。ご覧ください。今回はまず竜王戦挑戦者決定のニュースから。藤井聡太竜王が通算3期としている竜王戦七番勝負10月5日開幕の挑戦者が佐々木勇気八段に決定しました。広瀬章人九段と争ったトーナメント決勝3番勝負7月29日に行われた第1局、8月13日に行われた第2局で連勝し、30歳にして初の八大タイトル挑戦となります。勇気八段で語り草なのは、藤井竜王がデビュー直後に連勝記録を飾っていた際、新記録樹立なるかの2017年竜王戦トーナメントでのことです。次局で対戦可能性のある増田康弘四段と藤井四段、どちらも当時の段位の一局を対局室の片隅で凝視していました。その姿勢の鋭さに将棋にかける思いを感じました。編集担当さんもこのように振り返っています。その初対局では勇気八段に軍配が上がり、その後の公式戦では藤井竜王が4連勝。一方で勇気八段は2年連続で早指し戦の NHK 杯決勝進出を果たし、2023年度は藤井竜王を撃破して優勝を果たしています。竜王戦トーナメントから始まった2人の関係が2024年の竜王戦でどんなストーリーとなるのか。なお連勝記録といえば、藤井四段が更新する前の記録保持者だった神谷博士八段63歳が通算600勝を達成しました。神谷八段の28連勝を振り返ってみると、連勝相手には石田和夫九段、そして最後には米長邦雄永世棋聖と、そうそうたる面々が。その後も積み重ねた勝利もまた輝かしいものです。女流タイトルでは福間香菜女流五冠が第6期清麗戦5番勝負で加藤桃子女流四段相手に3勝1敗で防衛に成功、通算5期を達成してクイーン清麗を獲得。王座、名人、王位、王将、倉敷桃花に続いて6つ目のクイーン、称号と歴史的な女流棋士である証をさらに手に入れました。さらに福間女流五冠は8月29日には第1子妊娠を発表されました。おめでとうございます。31日に開幕した白麗戦では母子の健康のために椅子対局、和服試着用となりました。日本将棋連盟の羽生善治会長もご懐妊誠におめでとうございます。将棋連盟としても元気なお子様が生まれるようにサポートしていきたいとのコメントを残していて、トップ女流棋士が公私ともに充実した日々を過ごせるように願っています。福間女流五冠の話題で称号を話題に持ち出しましたが、藤井七冠も2つ目の永世資格を手に入れました。渡辺明九段が挑戦した王位戦七番勝負27-28日に神戸市で行われた第5局に藤井王位が勝利して防衛に成功。さらには同タイトル戦5連覇を達成したことで永世王位の資格を獲得しました。今年は先だって行われた棋聖戦でも5連覇を達成して永世棋聖の資格を得ており、藤井七冠は22歳にして2つの永世称号を獲得。そもそもこれまでの最年少の永世称号獲得は中原誠16世名人の23歳11ヶ月だっただけに、いかにハイペースかがわかります。気になったので残り6つの永世、名誉など称号獲得の主な条件を調べてみると、永世竜王、あと2連覇永世名人、あと3期永世王、あと2期
永世王将、あと7期、永世棋王、あと3連覇、名誉王座、あと4連覇、とんでもなく厳しい条件のはずなのですが、藤井七冠なら、永世八冠、も夢ではないのでは、という思いを強くするばかりですし、今後の階級の先駆けになるであろう、永世二冠の資格獲得は、世間的にもっと知られてほしいなと願っています。とはいえ藤井七冠ご本人は目の前の対局、一手一手に集中する姿勢は変わらないでしょう。4日から始まる王座戦、タイトル保持者と挑戦者の立場を変えて永瀬拓矢九段と再戦する番勝負だけに、目が離せなそうです。その他公式戦以外でも、今後に向けての盛り上がり要素が数多いです。王座戦の前哨戦となったトーナメントベマ2024準決勝では、チーム永瀬がチーム藤井に勝利、連覇を狙うリーダー永瀬九段の川崎屋がいち早く決勝進出を決めています。準決勝もう一つのカード、チーム豊島とチーム稲葉のいずれが勝ち上がってくるか、そして年末恒例になった将棋オールスター東西対抗戦2024も投票も行われました。東西地区の投票トップは佐藤天彦九段と藤井聡太七冠とのこと。とはいえ羽生会長に渡辺九段、伊藤匠叡王に永瀬九段、山ちゃんこと山崎隆之八段、豊島九段、投票できるのが2人というのが本当に辛いです。笑い。記念対局は午後1時半から、貴賓室で行われる予定。観覧車はスタンドの座席から、球場のメインビジョンやサンデー川スタンド内特設ステージで行われる大盤解説を通して、観戦する。大盤解説に出演するのは、谷川浩司十七世名人、久保利明九段、室谷由紀女流三段、榊奈々女流二級、4人とも、阪神甲子園球場を本拠地とする阪神タイガースの熱心なファン。ますます熱い解説が期待できそうだ。特設ステージでは、対局後の両棋士による感想戦なども行う。記念対局前には、谷川十七世名人、室谷女流三段、そしてスペシャルゲストによるトークショーも、観覧者は、球場のグラウンド、人工芝部分で写真撮影を楽しめる、グラウンドウォーク、に参加できる。藤井聡太七冠の9月の対局及び行事予定です。第72期王座戦第1局から第3局まで永瀬拓矢九段、第74回 NHK 杯将棋トーナメント西山朋佳女流三冠、第45回将棋日本シリーズ JT 杯佐々木大地七段、そして日本将棋連盟100周年記念式典があります。最後にお願いがあります。2024年は連勝を失冠した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の栄誉を復活で再度八冠を期待し、また一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。